あなたは自転車が通行できる歩道を走っています。正面にはベビーカーを押す女性や高齢者がいるので、左側に避けながら走ろうと思います。この時あなたは何に注意しますか？地下鉄の出入り口から人が出てきてぶつかりそうになりました。もう一度見てみましょう。左側に地下鉄の出入り口があるので、そこから人が出てくる可能性を考えておく必要がありました。別の視点から見てみましょう。自転車および歩行者専用の青い標識がある場合、歩道を自転車で通行することができますが、歩道は歩行者優先で、車道寄りをすぐに止まれる速度で走らなくてはいけません。また今回の地下鉄の出入り口など、人の出入りのあるところではさらに注意が必要になるので、出入り口を示す看板にも気を配っておきましょう。この歩道のように自転車と歩行者が通行する位置を図で示し、白線で明確に分けているところもあります。表示がない歩道でも自転車は車道寄りを徐行する義務があるので、必ず守りましょう。